国道175号喫点兵庫県、明石市和坂交差点国道175号終点京都府、舞鶴市大手交差点国道175号は、兵庫県明石市から京都府舞鶴市に至る一般国道である。本州を近畿地方西部で南北に横断し、縦断路線である。 山陽自動車道や中国自動車道と連絡するほか、舞鶴若狭自動車道とも連絡している。兵庫県区間の大半が指定区間となっており、バイパス道路の建設や両側4車線への改良などの整備が進む。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び、経過値は次の通り。 複数の高速道路と連絡し、幹線道路として、交通量が多く、小野市内で1日あたり2万7000台に及ぶ。また、多いところで全体の交通量の2割を、大型車が占めている。福知山市から、舞鶴市にかけて、沿線を流下する裏川流域では度重なる、洪水被害を受けており、ところどころに、水計測所と、モニターによる、 表示板、並びに規制スイージに道路を自動的に封鎖するシステムが運用されている。中でも、大川橋建設中の2004年10月20日に受けた平成16年台風第23号による被害では、観光バスの水没が象徴的な出来事として取り上げられた。兵庫県内を中心に医療側4車線への改良が進行しており、 2012年4月現在では、三木バイパス南端から、西脇バイパス北端の約 22km に加え、新出バイパスの一部が連続して、両側4車線となっている。新出バイパス、兵庫県神戸市西区新出町三木バイパス、高木 IC 付近兵庫県三木市別所町のバイパス、兵庫県小野市清谷町一西脇バイパス。 兵庫県西脇重戸田国道176号との分岐兵庫県丹波市氷上町起点側より接続する高速道路、国道、主要地方道を路線名、交点の順で記す。交点は交差点名、ただし括弧内のものは交点の地名である。ありがとうございます。